金刑事、韓国選手団を擁護。20日に放送されたフジテレビのバイキングの中で、韓国選手団がオリンピックの選手間の食事が放射能に汚染されている可能性があるとして、弁当を独自に提供しようとしている問題について、金刑事さんが次のような発言をしてしまいました。オリンピックのために独自の給食センターというのは結構やる。懸念がある人は、 望むならら給食食センターから食材を提供しますよという話がなぜか韓国全員がお弁当のみを食べるとか福島県産を禁止にしているかのように報道されている韓国選手団の指導者が記者に自分はなるべく食べないように指導していると発言したとなっている選手団レベルのことではないこのようになっておりまして まずですね、その独自の給食センター同行以前に、韓国側が非科学的な放射能動向と、まあ、デマを流しているのが大きな問題となっておりますので、この金慶さんの用語は全く論点がずれてしまっております。また、韓国側は日本に調理師や栄養士などを20人ほど派遣しており、まあ、相当ずさんな体制で弁当なるものを 作っているようでございますが、まあ、このずさんの体制については本日別の動画で詳しくご紹介いたしますけども、金さんにはまあこういった韓国側の動き、まあ、そもそも非科学的なデマに基づいた動きでございますので、その点についてはしっかりと批判をしていただいて、これ以上、韓国選手団が反日的な 行動を繰り返すことがないように公共の電波を使って何らかの主張されるのであればそれに見合う主張を行っていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました